託された思い果たしてみせる。私は戦える。心配は無用だ、翔。そうは言うけどな、心配なんだよ俺は。兄上、なんだ聖斎、やっぱり不安なら俺の後ろに。大丈夫だ。おう、そうか。だが少しおかしい。陸公に夫人とはまるでこちらを待ち構えているようだ。陸公の指揮はらしく、おそらくこの戦は彼の描いた絵のほんの一部でしょう。皆さん警戒して当たってください。ロシ君、孫の真意を問いただします。場所を手柄になります。孫悟は王政の構えを取って戦って道を開く。この地は私が制圧した。大したものだ。当てにさせてもらおう。ここから先も。
の砦に孫悟の将リクソンがいるとのこと。その情報真偽を確かめる必要があります。時に怪しい場所がないか用心してください。リクソン、アンジュが現れた後の将か。警戒しなくて。頑張ったな、聖剤。あんまり無理すんなよ。その首、くらい受ける。いざ。撃ち取った。お前、我らに気づくか。これでは家計を実行に移せんな。全力を出さない。私たちの策が食竜を捕らえたようですね。さあ、一気に決着をつけましょう。頑張ったな、聖剤。けど、あんまり無理すんなよ。
私たちが家計に落ち込む。まさか私の策が看破されたのでしょうか。取られるとさすがは諸葛亮先生ですね。敵将討ち取った陸尊様がやられるなんて早く逃げなくては。あの動き見るからに罠ですね。ですが、力の前に屈するがいい。次から次へとキリがねえな。これじゃ身動きが取れないぜ。兵のいるか侵入経路を守る場所を倒してください。一人で現れると面白い。わしが相手になってやる。私が討ち取ってまいります。お待ちなさい。おそらくはこれも罠。挑発正面からの会話すまです。こちらから彼の周囲を引いてください。私が彼の前と回り背後をつきましょう。あと一押し。注意を引くべく前進しましょう。この義姫鵜呑みではないぞ。俺の背後を取っていただと。これ、なんか見
祖父の力、核の兄弟だったとは。今は引こう。だが次に会う時はそうはいかんぞ。敵将討ち取った。リクソンも両毛もやられたか。ならば次は猛将たちを相手にしてもらおう。いずれ劣らぬ孫悟の猛将たち、私たちも力の限りを尽くしましょう。頑張ったな聖斎。けどあんまり無理すんなよ。さらえこれで一人だ。いい根性してるじゃねえ。待て。敵将討ち取った。さあ俺の相手になってもらおうか。次会った時に倍返しさ。敵将討ち取った。あんま踊らん。我慢して。それがしが相手になろう。さすが諸葛亮殿。それに若い世代も皆実にたくましい。この戦の狙い話してくれますね、ロシク。なに、お前たちの強さを示したかったのだ。我が孫悟に向けてな。五も一枚岩ではない。
諸君を恐れ倒すべしとの声も上がっている。だが孫権殿の志を果たすには再び盟を結ぶべきなのだ。しかし繁盛では。ああでも戦闘孫吾が割れた、やむを得なかったのだ。この敗北をもって俺が孫吾の皆を説得する。さあどうする、諸葛亮殿。わかりました。こちらも劉孫同盟を歓迎します。お前たちこれでいいだろう。はい、ロシク殿の慶願勉強になりました。私は陸白玄、以後は我らの命のために尽力します。両使命と申す。これより天下まで堂々させてもらう。